こんにちは。社長のためのオンライン動画ワークショップを開催しております株式会社コラボズの江川です。さて、私2012年に起業したんですが、すぐにホームページはなかったんです。で、名刺を作らないといけないですから、ドメインを取ったりとか、そういうないろんなことをしないといけないですね、ホームページ作ろうと思うと。しかし、ホームページの内容自体が、ピンと来てなかったんです。だから作れなかったんです。で、なんとか、ホームとか、商品サービスとか、なんかそういうのを、ね、書いて作っていただいたんですけど、もうとにかくホームページを持つということだけがいっぱいいっぱいでした。次にホームページを作る目的というのは、やはり問い合わせがあるホームページっていうことが分かったんですね。ですので、ホームページが欲しいというんではなくて、ホームページを通してお客様が問い合わせしてほしいっていうこと、ここが私の欲求だったんですね。これは動画においても同じだと思います。今動画が必要だよね、動画来てるよねっていうような社長さん結構いるんですけど、その人たちは動画を持つことをなんか目的としているんですが、ゆくゆくは動画から集客っていうものを、やはりお客さんと出会いたいっていうものがあるんではないかなというふうに思います。もうすでにそういう目線の人もおられると思うんですが、なかなかね、お話をしてると、とにかく動画今流行ってますし、動画欲しいんですなんていう社長さんいますんで、そうじゃないです。きっとこの先はその動画からいいお客様との出会い、ね、こういったものを求めになっているんではないかなというふうに思います。私はいつでもそのように思ってますので、ぜひ集客のことに関してでしたら一度江川にご相談ください。ということで今日の動画終わります。レッツ動画。